なければ PK 次々に続いていく、まあ、サドンデスというような形になりますが、決着がつくまで PK が続けられます。 PK は果たして何人が決めるか、それともこの森そして土田が一本一本きっちり止めていくのか。もちろん有利というのは蹴る方が有利な感じはするんですが、逆に決定率というのは意外と調べてみますとワールドカップでも外すシーンも多く見られます。さあ両チームの選手が中央のサークルの中に集まって一人ずつ選手が出ていきます。この一瞬がどうも選手たちに聞きますと嫌な時間帯のようなことを言います。まずレッズはキャプテンの福田が先陣を切ります。今日は同点のゴールを決めましたキャプテンの福田、今シーズンはここまで得点14、そして今日1点入れて15、得点ランキングの方も上位にランクされておりまして、25節を終わった時点で福田は第5位です。今日15点を入れました。まあ、他のチームのベッチーニョ、バルデスが同じ15点でいるんですけれども、この2人が選手が点数を入れていなければ福田は3位に浮上する可能性がまだ残っています。さあゴールキーパーはフリューゲルス森、大変反応のいいキーパーです。助走決まった、反応はしていました、シュートは決まりました。まずレッズが1個先制しました。まず1本先制しました。今のこのシーンなんですがご覧いただきましょう。よく手を出していたんですが反応しましたが、ボールはややその上、きっちりと決めました。そしてフリューゲルスの方は12番のエワイールが PK のところに進んでいきます。まあ、この距離はかなり短いようにも見えるんですが、蹴る方にとっては長く感じる時もあります。エバイールが果たしてこの距離を長く今日は感じているのか、それとも短く近く感じているんでしょうか。背番号12番エバイール、途中交代で入ってまいりました。この大きな歓声はサポーター、この歓声に惑わされず、ブラジルパルメイラスからやってまいりました。エバイール決めるかどうか。助走に入った、スピードを落とした、シュート簡単に決めました。何かこうあっさりと決められただけにサポーターも一瞬唖然として声が止まりました。これで 1-1、 そして森を励ましました。エバイールです。ベテランらしく落ち着いて決めました。そして今度浦和レッドダイヤモンズは今日同点の逆転のヘディングシュートを決めました。背番号3番田口がボールに近づいていきます。見つめます。昨年はイエローカード、レッドカードをたくさん受けてしまいました、この田口。オジェック監督になってこの年でディフェンスが分かったような気がする、そんな話をしていました。今シーズンなんと得点4を記録している田口、決めた。またパフォーマンス、ちょっと今度は遠慮しています。これで 2-1 になりました。このシーンです。まあ、今度は読みは外れました。森、今度は土田が守りに行きます。そして横浜フリューゲルスは三浦敦弘、背番号6番、大変優しい表情をしていますがテクニックは抜群の選手です。三浦敦弘20歳、九州の雄国見高校出身、そして青山学院大学。勝りました土田、止めて2-1、一つリード、浦和レッドダイヤモンズ。一斉にサポーターの旗が振られています。片手一本止めました、ガッツポーズ。いつもこの人がサポーターにはまず初めに試合の前挨拶に行きます。その土田が一本止めて、ベテランこの広瀬が決めればかなり有利になってまいります。緊張の森、蹴る広瀬、決まった、中央に思い切り蹴りました。ベテラン広瀬にはしては珍しいガッツポーズ。今シーズンはマリノスのゲーム V ゴールを決めた広瀬、 PK をきっちりと決めました。
さあこれでリードは、もしこの久保山が失敗するようなことがありますと浦和レッズに大きく勝利が傾きます。さあ大きな、まあ、ブーイングといいますか、このような声援、レッズに対して声援を送っているということになりますが、この声を出されている選手としてはやりにくいところです。背番号7番の久保山、背番号は7番、大変ポジショニングのいい選手です。静岡学園高校出身、決めた、ルーキーらしからぬ落ち着きです。これで 3-2 になりました。まあ、5人で決着ですから、浦和レッズがこの後2人決めてしまえば当然レッズが勝つことになります。そのためにはこの4人目の選手が大切になりますが、同じ背番号レッズの7番は山田です。さあ山田が PK を決めるか。今シーズン得点は記録されておりません。今日18試合目の登場、山田決めた、決まった。レッズあと1本決めれば勝ちが転がり込んできます。これで4対2、 PK4-2。 完全に逆をつきました。さあこの若手を起用してきます横浜フリューゲルス。途中から入りました背番号15番の今度は下越に蹴らせます。よほど心臓が強いんでしょう。久保山19歳、下越20歳、この辺りを起用してまいりました。さあ土田、今シーズンフル出場の土田、ホイッスル鳴った、右か左か、右に決めました。これを止めていても決まりました。しかしこれは入って 4-3。 さあ最後ギド・ブッフバルトがゴールに近づいていきますが、今のこのシーンはこれも逆を突かれました。土田、これは蹴った方がうまかった。かえつ落ち着いていました。この辺りは若手が伸びてきています横浜フリューゲルス。さあこのギドが決めれば最終節優秀の美は浦和レッズが飾ることになります。深呼吸、ギドブフバルト決めた、勝った。この瞬間浦和レッドダイヤモンズ4位以上が決定。 PK は結局 5-3、 浦和レッズが PK で勝ちました。ご覧いただきましたように浦和レッズが勝ちました。一瞬サポーターが息を呑みました。決まった瞬間大きな声援にと変わりました。大宮での最後のゲーム、ホームゲームを浦和レッズが決めました。